バトルパイセン、行くぜ。おう、チェンソー、セット、レッツゴー、オン、着想。それこそ一番なんか思い出深いそのお話ってエピソードって何なんですか？俺ね、この現場やっていけるかなって思ったのが、はい、パイロット、うん、パイロットって1話2話を撮るときなんだけど、はい、最初のクランクインの撮影の日が朝6時に東映の撮影所集合だった。はいはい、レッドのえレッドのみですか？レッドのみで、そこから川越のエースヘリっていうヘリコプターのところ、はい、ヘリコプターに釣られる辰巳まといっていうのと、あれそれオープニングのやつですか？オープニングのやつ。ああ、あれか。引きは高岩さんが吹き替えやってくれるんだけど、はい、よりは俺です。あ、だから安全なところは俺がやるんだみたいな、足ついてみたいな、はい、で、はい、ヘリで釣ってるのは高岩さんなんだと思ったら、ヘリで釣ってる引きのシーンは空向けだからちょっと飛べば撮れる、はい、でも俺は戻ってから撮りますって言われて、どういうこと？ってなりますよね。撮影所のオープンステージっていうのがあった当時、そのオープンステージにすっげえでっかいクレーンが来て、そのクレーンに爆体つけて釣られて、そのシーン別で撮って、そっから11時間中空きで、うわ長っ、夜中に赤ちゃんとお母さんを担いで、はいはい、レスキュー隊のフルソール、ボンベとか全部背負った状態で面体つけて火の輪をくぐるっていう、それが初日だった。いや、やばい、死ぬ死ぬ。俺もうね、終わったと思う、終わったと思います。やべえ現場入っちゃったと思って、それがもう本当にきつくて、こんな大変な現場なんだと思って。いや、やばいですよね。もう普通に最初から衣装燃えるし、あ、燃えたんですか？もう暑いし、現場はもう本当に火焚いてるから、だから今はね CG 合成とかだったけど、はいはい、その当時はまだ CG が55後半ぐらいから結構多くなってきたけど、線画合成って言ってフィルムに描く、はい、あ、そうなんですか？そういう合成だった。特撮ももう本当に大変だったと思うし、あのおもちゃだったり消防のやつだったりとかっていうのもすごい、うん、もう特撮研究所も俺ら見学しに行って、ミニチュアすごいですよね。すごかった、ね、本当にすごかった。こんなに撮影って大変なんだみたいな、コマ送りで撮ってる。ゴーライダーもそうですし、ゴーモンファイルってめっちゃあるんですよ。そう、ロボがね、めっちゃあの武器も多い、豊富だし、ロボとかもマシンとかもめちゃめちゃ、それこそボーイもいるし、うん、毎回新しい技が出たりとか、はい、毎回新しいロボが出たりとか、ライフバードとかもめちゃめちゃ良かったですね。攻撃する新しい道具が出たりとか、ね、だって研究者がチームに2人いるんですよ。あ、そう、お父さんもそうだし、流れもそうだし、流れもそうだし、で、これお父さんが面白いのが、お父さん発明したことをみんなに言わないんですよ。そう、みんなに内緒にするんだよ、ね、言わないで、なんでそんなもんあったのかって言ったら、敵を騙すには味方からだっつって、で、流れも最後の方同じこと言ってて、で、この道具を使えっつってね、そうそう、なんで最初から言ってないよ、言わないんだよね、それね。いや、だからあれもめちゃめちゃなんか豊富で羨ましいなと思いましたけどね。なんか自分が一番好きな武器とかあります？555の一番最初に出てきたそのライフバード、はいはい、あー、ライフバード、はい、ライフバードをこう合体させて、うん、みんなで5人で撃つみたいな、はいはいはい、あれが俺の中では結構象徴的だったというか、確かにその場で主軸となった人が先頭に立って撃つみたいな、はい、で、うんうん、それをみんなで支えるみたいな、あれ良いですよね。一人で撃ったら多分耐えられなくて死んじゃうんだろうなみたいな、確かに確かに、そう、重いし、そう、そう、人みんなでやるみたいな、ありますよね、うん、ライフバードは結構好きだったな。なんか555ってそれ演出ですごい細かいなと思ったのが、うん、ゴー!ゴー!っていうところの一番最初のゴーをメインの人にして、うん、で、次をまといパイセンにする、そうね、結構それは意識的にあったね、ありましたよね、うん、で、面白いのがゴー!ゴー!って一個ずつカット割りするんですけど、まといパイセンが主役の回もちゃんと2個に割るんですよ。ゴー!そしてもう一回ゴー!、うん、同じなんだけど2つゴー!ってゴー!ってやってるんですよ。あれはね、多分ね、フィルムだし、カメラマンがズームしたりとか、その撮影監督っていう人がいたから、撮影監督なんて、そう、カメラマンが撮影監督だ、あ、じゃあ松村さん、そう、松村さんが撮影監督だから、要するにビデオが出てないから、
はい、監督は絵を見てないわけ。なるほど。だから俺の芝居に合わせて松村さんが勝手にパンしたりズームしたりとか、うんうん、寄ったりとかいろいろやってくれてて、その監督には映像は見えてない、はい、お芝居しか見えてない、はい、で、はい、そのお芝居をうまく撮ってくれてるのが撮影監督みたいな感じで、だからなんか松村さんがその現場の中でもほぼ仕切ってるみたいな、ちょっとありましたもんね。そう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 、で、まあ要するに監督は絵は松村さんが OK って言ったら OK、うん、ダメって言ったら監督の芝居が OK でもダメみたいな。じゃあそんな中でちょっといろいろと、はい、質問も来たりとかしてるので、ね、ちょっとやっていけたらなというふうに思います、はい、じゃあこちら、リュウさんへの質問なんですけれども、はい、西岡さん自体もこれ熱血タイプなのかっていうふうに来てるんですけれども、どうですか。いやーなんかね、そうみたい。あー多分なんかそんなつもりはないんだけど、別にクールにしてるつもりもないしそんなことはないんだけど、でもやっぱり辿っていくとちょっとまといっぽいところはあるかなと。あーなるほど、うん、熱血を演じていて疲れたことはありましたか。いやこれ今僕も演じてたけど結構きつくないですか、一気にテンション上げるのって。テンション上げてる時はまあ結構その分かんない、疲れが出ないというか後から結構来る。あーあんだけ声張ってたからなとか、うん、そういうのはあるけど、別にその現場で疲れたなとかっていうのはあんまり感じなかった。ああなるほど。いやでも若いですね。若い時だから ねそれ今はもう無理です。いやそんなことないじゃないですか。で劇中では、はい、変身後のスーツアクターもこれ高岩さんではなく、うん、この西岡さんがゴーレットを演じてる場面がいくつかありますが、はい、印象に残ってる回やエピソード、まあ先ほど言った回とかね以外であったりとかしたら、うん、やっぱりそのゴーレットを演じる上で、うん、やっぱりすごく高岩さんとのコミュニケーションが一番大事だと思ってて、はい、で高岩さんのお面の状態から、まあ、ゴーレットの中が透けた僕の顔になる時っていうのが一番違和感が出る。ああなるほど。だからこの高岩さんの今の芝居をちゃんと見てないと、どういうテンションで言ってるのか、どういうテンションで俺の目に寄りになるのかっていうのをすごく語り合ったっていうか話し合った、そこが多分ゴーゴー5の一番の肝なのかなと思って。だからまといっていう役が一番最初に高岩さんに言われたのかな、言葉で。これは一つの役を演じるから二人三脚じゃなくて二人二脚じゃなきゃダメなんだって言われて、だからいろんなことを話し合ってすり合わせていこうねって言われて、で現場に俺もそのアクション日でもいることが多いから、そういうところを結構すり合わさせてもらったっていうのが、まあ、エピソードとしては一番印象に残ってることかな。いやー熱いっすねそれ。でも確かにそうですよね、うん、だってスケメンっていうところでやっぱり僕たちはメットオフだからあからさまに違うけど、うん、スケメンからねやっぱその顔が違くなるってやっぱ違和感出ますもんね、うん、そうでね、寄った時の顔、中身を高岩さんの芝居は俺を想像させなきゃいけないし、俺は高岩さんの演技をきちんと受け止めてそれをつなげなきゃいけないしっていうのがあったんで、まあそれこそ本当に二人二脚ってことなのかなっていうのは結構苦労したし大変だった。いやいい言葉ですね、二人二脚ってなんかね、うん、そう、そうやって言われたのをずっと未だに覚えてる。じゃあアンチハザードスーツを初めて見た時どう思いましたか。初めて見た時、まあもう正直全く知らない世界だから、ああこういう素材なんだとかそういう感じで思ってたけど一番はその変身した後の、まあ、映像って1年間使われるじゃん、はい、その着想って言って変身した、はい、でこうカシャって前向く時の映像って1年間ずっとデュープで使われるデュープっつって繰り返し使われる映像のことを言うんですけど、それが初めて面をかぶった時にその撮影をあったんですよ、はいはい、で目をかぶったんですけど、そのヘルメットの上に、はい、頭が小さい人はあんこ入れなきゃいけないって言われてたのに、うん、なんかそれ俺わかんないってもう言われるがままに着せられて、はい、でこう椅子を回されてカシャン、はい、シャキンみたいになった時にヘルメットが多分この辺にあって首がないんですよ。あ、そうなんですか。そう、全部のオープニングで変身が首がないっていう。あ、俺それ気づかなかった。そう、本当はここに首が見えてないと、ここに顎がないと首がない人みたいになっちゃっておかしいんだけど、はい、ここにあんこ詰めないでやっちゃったから顎がここにあって首がない。なんか変だ。そう、それが俺1年間ずっとその首がない状態でオープニングが始まるから、それを毎回あああん時あんこ詰めなかったからなってずっとなんかね、かっこ悪いのよ。かっこ悪い、でもね
分かんないんだけど、前向いた時だからお面があって、こう首がもうほんとこのアップのシーンだけなんだけど、面がここにある、で目線がこうなってて実際見えてないんだよ。でも兄さん分かります、俺分かる、俺は何回も撮り直したいってずっと思ってました。そう、俺もねこれ撮り直したいなって、そのそうオープニングだから撮り直せないけど、もうずっとそれが使われるから。そうなんすよね。死の世界で戦った時、まあ、砂漠みたいなところで戦った時での撮影は、うん、まあ、スケメンがいわゆるスケール面、あの面ですね、あの GO!GO!5 特有の多かったと思うんですけれども、あの時のなんか裏話なんかあれば聞きたいと思ってます。あのね、スケメンってとにかく熱いじゃない。あ、そうなんですか。面って要するに通気性が全くない、はいはいはい、熱いじゃない、はい、でさらに、まあ、その当時やっぱりその LED とかじゃないそのピンスポットの、はい、熱源がある照明を顔に当てられてるから、もう中で汗がダラ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 くる。しかも砂漠、はい、もう本当に地獄。暑いって、もう本当にここだけ日焼けするんじゃないかぐらい暑さの極み、暑い暑さの極み、すっごいきつかった。まあとにかく GO!GO!5 は火とか雨に打たれたりとか、水の中もありましたね。あった、土砂降りの中負けるとかっていうのもあったりとか、なんか本当に大変だった。風とか、いやそうですよね、うん、あんな災害のね、なんか基本、うん、いい天候でのね、その撮影よりかはあまりね、そうですよね、僕たちよりも全然悪天候の方が多いですよね。悪天候が最魔だからですよね。でやっぱハリケンジャーと手裏剣ジャーのエピソードをやっぱ聞きたい方多いですね。まあまず手裏剣ジャーってやっぱり役作りしようと思って、で堤六平っていう太鼓の達人の役だったんだけど、はい、やっぱりその現場が同じスタッフだったりとかするから、はい、どうしても役柄がまといになってっちゃう。ああ、なるほど。だから違う役を演じたかったんだけど、まあでも求められてるものもまといだし、あ、まあ、俺の顔で言ったらやっぱりまといの役って言った方がいいのかなと思って、でもやりたいこうなんかちょっと芝居があったりとかしても、ちょっとその時の求められているものが、渡辺監督だったと思うんだけど、求められているものがちょっと違ったりとかして、結構、あ、もうそのまま字でいいやと思って、もうまといでやっちゃったみたいなところは。あ、なるほど。じゃあちょっとみんなそれ見た、それ聞いた上でもう一回見るの、見たら、ね、あ、ただのまといじゃんっていう。まといじゃんって。なるほど、はい。で、V シネ、うん、激突、新たなる挑戦士が制作された経緯、こう経緯なんて知ってる人いんのかな、これ渡さんしかいないと思うんだけど。そうね、実際V シネが2本あったんですよ、俺たち、はいはい、だからその VS ものの V シネと、うん、そのオリジナルもののこの激突、新たなる挑戦士っていう、うん、そのやつと2本あったんですけど、本当に忙しかったんで、なぜこれやるんだろうって思って、しかも別版だったんですよ。きついわ。で本編やりながら V シネやってっていう、本当にこんなに忙しいのにこれをやる意味があるのかなみたいなことは思ってました。経緯は知りません。なるほど。正直経緯は分かんないですけど、きつい、きついぞと。ギンガマンとの V シネもそのシーズン後半でやったんですけど、そっちも別版だったんですよ。うわー、きつい。本編別版で撮ってて、もう本当に休みがその頃なくて、でその当時、その V シネが尺が多分45分とか、まあちょっと長い、テレビ版よりちょっと長い尺だったんですけど、ね、ディレクターズカット版っていうのがあって、はい、それで120分だった。長げどんだけ撮ったのみたいな。長いっすね。そんだけ撮ってるからすごく大変だったっていう。いや、てかもうめっちゃ大変ですね。まとい時代やばいですね。うん、なんかほんとでも芝居の部分が長くなるから、ロボ戦がほんと1分とかで終わったりとか、あー、なんかえ、これもうほんとにやっつけロボ戦だなみたいな。撮ってるんだけどなんかすごい短くなってたりとか、変身後の戦いがすごい短縮されてたりとか、はい、芝居が伸びる分どうしてもみたいなところがあったり。なるほど。いやー、結構やっぱ出てきますね、そういう話もたくさんね。そうですね。ね、本当に。で、ちなみに現在も交流のあるメンバーって、やっぱ基本さっきも言ってたけど、結構みんなで集まったりとかするんですか、たまに。あのね、なかなかみんなで集まるっていうのは、うん、やっぱりそれはないんだけれども、そう、5人が最後に全員で集まったのは、
20周年 のイベントがあって、その時は5人全員で集まったりとか。4年くらい前ですか、ね、そしたら、そうですね、4年前に、それが最後かな、全員集まったのは。でもまさしとかはちょくちょく会うし、モニカも連絡取ってるし、しばちゃんも LINE したりとか、やっぱあのその555、5人の LINE っていうのは常に稼働してて、いいですね、うん、なんかで結構間空いて久しぶりに会っても本当に家族みたいな感じだから、うん、なんかそんな離れてた感じしないし、みんなの近況は知ってるし、確かに原田さんとかね、この間たまたま誕生日おめでとうございますって言ったら、うん、チタに来てくださいって言ったんで、今度よかったらまたいっぱい選手に来ましょう、ね、ぜひぜひよ。あのそうなんですよ、僕もあのアツシがまだね赤坂でお店やってた時はしょっちゅう飲み行ってたんだけど、はいはい、ちょっと遠くなっちゃったからなかなか発信は込めなくて、めっちゃ遠い。しかも知多半島って遠い遠い、ね、その新幹線で名古屋行ってもそっから結構あるんで、遠い遠い、なかなかちょっと足が行きづらいですよ。小旅行とかもちゃんとがっつり旅行ですからね。もう泊まりがけで行かないんだってね。そうですよね。はい。あ、まあ、今日めちゃめちゃね、いろいろお話を、ね、聞かせてもらって、長くなっちゃったね。いやいや、練習大丈夫ですか？大変。むしろ本当にありがとうございます、はい、本当に、はい、ということでですね、今回は辰巳まとい役の西岡隆一郎さんに来ていただきました。最後はこの言葉で締めていただけたらというふうに思います。人の命は地球の未来、燃えるレスキュー魂、救急戦隊555出場。じゃあねー、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。